どうもお疲れ様です。6月27日木曜日朝9時の相場解説なんですけども、今回は神田財務官もね、緊急記者会見をされたように、口先介入が入ってます。そこでですね、介入を今回はじっくりと計算する会にしたいと思うんですよね。サービスバージョンですけども、まあこれはね、絶対にそうなるってことではなくって、こういった介入がちらついている時に私が何を考えているのかってことを皆さんにお知らせする、そんな機会でございます。まずは神田財務官の出てきた速報、こちらの記事の方から紹介して、その後に今までの例からどのように介入を計算しているのか、これについて触れたいと思います。それでは以降ご覧ください。で、次回の放送はまたお昼から過ぎ午後ぐらいになるかなと思いますけども、今日はねちょっとこうリアルタイムトレードをするというよりも肩の力を抜いて緩やかに相場を見ていただきたいと思います。今日明日テクニカルで利益を得るのは、まあ、非常に困難で、特に昨日まで以上に困難ですからね、無理をしないことです。ゆっくりと達観して相場を見てきてくださいということです。それではまた午後お会いしましょう。失礼します。こちらが速報なんですけども、財務省の神田財務官、いつもの顔で出てきましたね。今回の160円超えの円安に対していつでも対応できるようにはしてますよってことなんですけども、行き過ぎた動きってのはね、今行き過ぎてるんじゃないかなと思います。一体この辺どういうことなのかなと。で、神田財務官の結局発言ってのも、まあ、聞かなくても分からないことを言ってるんですよね。ただこうやって顔を出すってことが市場への牽制になってるそうなんですけども、十分な牽制にはなってないですね。まあつまり今口先介入にとどまるわけですけども、さあ果たしてどうでしょうか。円売りの圧力がどんどん進んでいるようにも思いますけども、実際は今後どういう風になっていくのかなってところですね。でここからね、私独自のレポートにはなるんですけども、実はもう直近でこの半年間の間に2回為替介入してるんですよね。2ヶ月ほどの前のことだったと思いますけども、一旦160円突破した時にそこで為替介入で2回連続入れて、ドーンと一発入れて3日目にもう一発入れたんですよ。で、厳密に言うとあと1回為替介入する余力が残ってるんですよ。万が一の本当のとっておきの1回なんですよね。これをしてしまうとまた数ヶ月は為替介入がちょっとね困難で、全く不可能ではないんですけども、厳しい協議とまあ様々なね取引が必要になってくるということになります。さあそれでね、今回160円突破したんですけども、神田財務官の言うような過度な変動があった場合適切な対応って言ってるんですけども、これいつなのかなってところなんですよ。これね、だいたい2週間で 4% の変動が見られる時っていうのはこの介入に値するという発言があるんですよね。これが3月25日の発言です。まあ、つまり2週間14営業日ですよね。この期間の間に 4% 以上円安になったら介入はもうやむなしということで計算されてるんだと思います。で、過去の例で言うとね、2022年の9月22日こちらの方では 4.0% の変動でやっぱ介入してるんですよね。で、その次が同じ年の10月21日ですけども 5.8% 変動したんで介入しました。で、今年ですけども4月29日、2ヶ月ほど前なんですけども、この時は 5% の変動率があったんで介入しました。とするとですね、現在の価格が161円、これを超えたら介入せざるを得ないかなっていう風な、2週間で 4% のこと線に触れるということですね、金線に触れるということですね。で、必要に応じ対応と協調に合わせているところはいつものことなんですけども、まあ、過去の例から計算するとこういうふうに逆算できるかなっていうところです。つまりあともうわずかですよね、161円を超えた時に介入が入るというふうに考えることができます。で、しかも今回は1回くっきりの介入で連発介入がもうカードがねないんでできないってことになるんじゃないかなと思っております。今のところ私から、個人的にこうやってね考えられるのは以上かなと思います。私の考えもね、いろんなデータをもとにお話してますけども、財務省がそういうふうに約束してるわけでも何でもないんで、ですんで私が何を考えて相場を見ているのかなってことの一端ということでね、受け止めていただければと思います。それでは。